シュート放ってくるか、2ポイント狙う、ワンショット、決めました、いきなり来ました、ちゃんと切りましたね、そして長谷川です、回して、また、回して、弾いてす、これも決めてきました、森、回します、森は、もう少し、パワーのじ込むか、また来るか、このスリーポイント。リバウンドは、おー決まりました、日本連続馬場にとってはやっぱり強いですよね、はい、このオリンピックの2本のスリーポイント、近づくチーム、とりあえず行きたい、おっと9回なんかボールキープしている、体勢組めたからジャクソンに送りました、バスケットカウント、下がこの最後のプレーです、この後ファールは篠山選手だと、篠山選手は間違いなく、あのショートタッチは今日のゲームはいいと思うんで、はい、赤穂のスリーポイント、これも来ました、スリーポイントの精度上がっています、横浜ビーコルセアーズです、赤穂のボールを入れます、すぐさま形を作ってきた、あーやった、チームディエースではいいんですけれども、あの川崎もね、ディフェンス非常に工夫してて、はいはい、ジャクソンのフローター、はい、今ね、だからこうアップテンポなゲームになればなるほど横浜には流れが来ると思うんで、オリバー飛び込む、なー、そしてリバウンド、ジャクソン、横浜さんです、と難しい状況から伝えて、ノーミだ、決めてきました、しシーズン終盤、タイムアウトでしっかり流れで、ね、決めて、シューターの意地、熱いという今コメントありましたが、このスリーポイント、いやこれがプレーオフですよ、はい、これがチャンピオンシリーズですよね、はい、勝負どころの一撃です、もうね、はい、全然まだ分かんないですよ、まあ、藤井が飛び込んでいく、ジャクソンが来ますが、このスリーポイントはどうか、コーナーから決めてきました、長谷川のボールを見せました、